ありがとうございます。北海道弁 PR キャラクターのやべえべやです。最近は結構札幌市内の、地下鉄だったりいろんなところで、ポスターとかも貼ってもらえて少し知名度少し上がったかなと思いますけど、ね、コロナも終わってきたから、終わってはいないけど終わってきてるから、ね、ちょっとねまだ活動を少しずつ増やしていきたいなと思ってやっています。あとは、あ、すみませんね、特になんか告知したいことはないんですけど、一応なんかみんな PR するのかなと思って PR したいのと、まあいろんなキャラさん来るから遠くからも結構今回来てくれたんじゃないかなと思って、少しでも、まあ、北海道のキャラクターを覚えて帰ってもらえたらなと思います。それでは最後にいつもの、コールアンドレスポンスで、僕が、例えば北海道弁ってやったら皆さんはやべえべやと返してください。これやりますよ。またいいですか、皆さん手を右手をちょっと上げてもらってもいいですか。ごめんなさいね。よろしくだべや、まあ、北海道弁やべえべや、飲酒運転やべえべや、風が強すぎてやべえべや、ありがとうございます。なんもなんも、以上です。ありがとうございました。中央警察に入ったらいっぱい見れるよとかもないですか。あ、 見れますよね。また今年もあの飲酒運転の新しいポスターになりますので、はい、めっちゃあるじゃないですか。ぜひ、はい、見てください。ベア君のポスターは札幌市内のあちこちに貼られてますので、チェックして写真撮ってぜひ SNS にもアップしてみてください。よろしくお願いします。ベア